ゴールデンウィーク後半の4連休がスタート。今日は朝から青空が広がり、絶好の行楽日和となりました。都内各地は国内外の観光客でにぎわう一方、物価高などを背景に近場で休日を楽しむという都内の人たちの姿もありました。浅草雷門前には多くの人が訪れていまして、写真を撮る人が歩道にまで溢れ出しています。絶好の行楽日和となった今日、都内各地で多くの人が観光を楽しんでいました。今日は神戸から、はい、みんなで見てみたいなって言って、はい、見に来たんですけど、はい、仲見世の商店街で食べ歩きを今からしようかなと思ってます。ゴールデンウィーク楽しみにしてたことはありますか？スカイツリーを見に行くことです。まあ、子どもたちとコロナ禍以降あまり出かけることがなかったので、スカイツリーも見てきたんですけど、兼ねてきました。今日は気温が上がり、こんな場所にも行列が。多くの人が観光に訪れている東京スカイツリーですが、今日の気温もあり、かき氷を売る店には列ができています。めちゃめちゃ暑いんで、昨日寒かって今日暑かったんで、途中で半袖で買ってもらって着替えました。今日は愛知県から来ました。子供たち初めての新幹線で来ました。はい、すんごく高くてびっくりしたし、下を撮れる写真があって少し怖かったけど楽しかったです。東京って人がいっぱいいて、車もいっぱいして自然いっぱいだなと思いました。さらに銀座には多くの外国人観光客の姿も。ショッピング、ショッピング。德日币那个汇率比较低。中国では一昨日から5日間の大型連休が始まっていて、現地の旅行会社によりますと、旅行先として日本が一番の人気になっているということで、買い物を楽しむ中国人も多く見られました。一方、都内の人の動きは。午前10時の東京駅です。ホームには新幹線を乗る人の長い列ができています。東京から各地に向かう新幹線下りの混雑は今日ピークを迎え、朝からスーツケースを持った人や大勢の家族連れで混み合いました。久しぶりに親に会うので親孝行したいなと思います。遊びたい。どんな遊びしたいですか？本読んだり、おもちゃで遊ぶ。たこ焼き、お好み焼きとか名物いろいろ食べたいです。 JR 各社によりますと、東北新幹線や上越新幹線などで下りの自由席の乗車率が 100% を超えたということです。墨田区の公園ではこんな光景も。錦糸公園です。あちらもう大勢の人で今にぎわっていまして、テントを立ててくつろいでる方もいらっしゃいます。続く物価高や円安を背景に、遠出を避けて近場で楽しもうという人でにぎわっていました。近場であんま遠出もしたくないんで、せっかく晴れてたんで外でも遊ばせようかなと思って。天気良かったんで別にそんな遠出をする予定なかったんで、ちょっと公園でも行こうかって感じで、テントあった方がいいなと思って今日買いました。日差し強いんでですね、お金使わずに子どもたちも満足してくれるので、はい、ピクニックって言ってテントの中で食べたりとかは嬉しいみたいです。ゴールデンウィーク後半は始まったばかりです。皆さんそれぞれ楽しんでいらっしゃいましたね。さてここからはゴールデンウィーク後半の交通情報をまとめてお伝えします。こちらは現在の調布市中央自動車道の様子です。画面左側が上り、右側が下りとなっています。今は特に渋滞はしていないようですね。先ほどまで上り方面若干混雑した様子が見られました。日本道路交通情報センターによりますと、中央道では藤野パーキングエリア付近で7キロ、小仏トンネル付近で5キロの渋滞が発生しています。明日の渋滞予測は
中央道下り相模湖インターチェンジ付近で午前6時から最大45キロ、またあさって以降は上りの渋滞が始まる予想となっています。そしてさらに気になるゴールデンウィークのお天気について坂口さんに解説していただきます。はい、お伝えします。今日は行楽日和となりました。明日以降残りの3日間どうなるかお天気見ていきますと、明日以降も高気圧に覆われて都内は概ね晴れそうです。ただこの高気圧の縁を回り込んで南から暖かく湿った空気が流れ込んできますので、全国的に暑くなりそうなんです。明日は都内にも上空1500メートルで12度以上と季節先取りの暖かい空気が流れ込んできます。この濃いオレンジの部分ですね、この暖気が流れ込むと25度以上の夏日になりやすいと言われています。そして明後日はさらに暖かい上空1500メートルで15度以上の暖気が流れ込んでくるんですね。この濃いピンクの部分、この暖気が流れ込むと30度以上の真夏日になる一つの目安と言われています。では明日以降の詳しい予報を見ていきますと、暑さのピークは明日明後日、特に明後日は練馬と八王子で28度まで上がる予想となっています。もう少し気温が上がって内陸を中心に真夏日となる可能性もあるんですね。もしそうなった場合、今年都内では初めての真夏日ということになります。連日お伝えしていますが、しっかりと水分補給をしてこまめに休憩をとって、また冷房も適切に使うなどして熱中症には十分ご注意ください。